どうもこんにちは。どうもこんにちは。ワクワクカルチャーチャンネルです。はい、お久しぶりです。はい、ちゃんとサブルで1ヶ月は経ってないけど、1ヶ月近くは経ちましたということで、2、3週間はい、今回も安定の生存報告動画でございます。そうだねですね。まあなんか忙しい季節にはなってるよっていう。あ、そうだね、一応服屋本業だから。うん、そうだね、やっぱそこがね。そう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 。でもこの、前回の YouTube から今日に至るまで、実はあのオアシスナイトというイベントをね。あ、そうね、オアシスナイト、そうやられてる、11月の19日だったかな。で、俺23ぐらいだった、そう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 、をね、企画運営されてる、あの名前出していいのこれって。いいんじゃない？いいかな。あのゆっぽさん、ゆっぽさんというね、郡山出身の方なんだよね。そうなんですよ、嬉しいよね。なんか遊びにね、郡山来てくれて、そう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 、よければ来てくださいみたいな話になって、でその時に俺は夜飲めて、いろいろお話できて、そうなんです、ね、で DJ の方々も来てくれて、まあ、楽しい2日間。いやーねー、嬉しいですよね、来てくれて。で19日俺らは行けなかったけど、フォロワーさんとかお客さんで、多分行った子もいてね。そう、なんかちょっとインスタグラムとかでちょこちょこ拝見したりして、ねー、やっぱ好きなんだなーって ね、すごい盛り上がりだったね。いや、すごい、あの動画見たら、え、こんな盛り上がるっていう盛り上がり方してたから、ね、すごい羨ましいよね。ね、いや、すごい楽しそうね、よかったな。で、ゆっぽさんたちからもいろいろお話を聞けて、ですね、こっちも気持ちがね、そうですね、上がってね、俺らは仕事してたよっていう。そう、そうなんですよ。まあいずれはお邪魔してみたいですね。そうだね、行きたいね。そうですね。なんかリチウムクローバーのスタッフ巻き込んでツアー組みたいもん。いいね。もう休もうっつって。いいね。お笑い行こうっつって。狭いバンにね、乗り込んで、もう遠足遠足遠足いいね。狭いバンやだな。頑張って俺らも稼いで、みんなの新幹線代ぐらい出せるようにしたい。確かにケチだね。狭いバンじゃなく、新幹線の指定席と、あと、まあそうだね、ぐらい取ってあげれるぐらい。確かに、そんぐらいやったらスタッフ、あの言うこと聞くかもしれない。黙らせる。それ言うこと聞かないスタッフはあんまりないでしょ。あ、そっか、いねえか。あんまりね。あんまりね。うん、あ、たまに行くけど、まあいいや。でも一番言うこと聞かれるのは俺らだから。あ、そっかそっか。そうだね。ね、我が強いのがちょっとね、まあ持ち味。そうだね。まあまあそんなところですよね。折れない気持ちがある。折れない、折れない。そう、それがロックマインドです。ということで今日は折れない気持ちを持った男の。おお。いいね。いや、折れない気持ちというか。なんとかみんなが軌道修正する中、元のヤバいとこに戻っちゃう男。ああ、折れてるけど折れてないね。そうだね。そうだね。はい。まあその精神を持ってる。そうですね。紹介していきたいな。うん。今回は、ジョニー・サンダースのファッションというか、ああ、いいね。そこに合わせてほしいアイテムが入荷してるから。はい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 。そのファッションをちょっと掘っていきたいなと思います。はい、行きましょう。はい、じゃあ今日はジョニー・サンダース、要はニューヨークドールズですよね。ニューヨークドールズですよね。まあ伝説だよね。ですね。でやっぱこう、まあ、ニューヨークドールズ、ハートブレイカーズ、まあそれも含めてね、やっぱこう時代時代、まあどの時代もヤバいんだけど、ですね、あの人はね、ヤバいけど、どの時代のファッションもかっこいいじゃん。そう、なんか一つアイコンな人ってイメージはありますよ。なんかあのグラムロック的なというか、きらびやかな雰囲気ももちろんあるし、ね、なんかスタイルによってね、パッとね、見ると、ザ・パンクロッカーだっていう雰囲気の時もあるし、あるしね、なんかもう本当にこう、生き方として大敗的じゃん。だね。なんかある意味、相当やばい人なんだけど、もうなんかビンビン伝わってくるね。そう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 。あの感じね。ね、でもなんかこう、今の人が街のファッションとして落とし込もうとしたらかなり難易度高い。あのファッションショーっすね、下手したらね。そうだよね。うん、でまああの雰囲気ありきかなって思うけど、あの雰囲気をなんかうまく落とせそうなアイテムが今あるから。ああ、はい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 。まあそこを掘っていきたいなっていうところで。なんかジョニー・サンダースこれアイコンだなっていうのある？このファッション的に。俺はね、前もあの言ってたけど、あのツートーンの革ジャンなんかはね、パッと出ちゃうね。あ、そうだね。あれはやっぱいろんなパンクブランドも含めてさ、いまだにジョニージャンとか言ってやる。ああ、そうだよね。ツートンのダブルのね、アメジャンはね。ですよね、やっぱり。で、前回ね、うちで入ったセブンティーズのツートンもやっぱね、
嬉しいことに、うん、動画の後ね、うん、お買い求めいただいたし、うん、23ダスいたんですね、ありがとうございます、ありがとうございます。まあなんかやっぱでも2トンのライダースも結局ちょっとハードルは高いじゃん、かっこいい、高いね、確かに、うん、そうだね、普通に考えて、だから今回もジョニーサンダース的な革ジャンをね、あ、革ジャンなんだね、うん、はい、やりたいけどそれもなかなかまたハードルが高い、あーなるほど、うん、でも気合入るじゃんその方が、そうだね、うん、今回はジョニーサンダース的な革ジャン、うん、紹介するのは赤ジャンです、赤、赤、色物ですか、そうそうそう、色物の革ジャンってさ、はいはい、うん、US、UK、うん、まあ他のユーロ問わずさ、うん、球数やっぱ少ないじゃん、めっちゃ少ないですね、カラーもの、うん、その中でもうちでもあんまりお客さんで極端に好まれることのない赤じゃん、うん、ああそうなんだ、うん、はいはいはい、やっぱ色物はブルー、ネイビー、あー、うん、着やすいしかっこいいよね、うん、人気高いけど、そこをちょっとね、やっぱジョニーサンダース的な赤じゃんで、はい、いきたいなと思います、はい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 、おー、いいっすね、うん、はい、ではでは、うん、ジョニーサンダースな赤ジャンね、うんうん、実際にね、物があるってことなんですよね、あります、そう、それ見たいですよね、はい、うん、あ、まずその前にあれだ、うん、ジョニーサンダースの赤ジャンってどんなだってところじゃん、あ、それまずちょっとおさらいしたいね、うん、やっぱツートーンのイメージ、うん、だからしょっちゅう着てたわけじゃないし、うん、写真も俺もめちゃくちゃ、ね、うん、いっぱい見たわけじゃないんだけど、うん、ジョニーサンダースの着てる赤ジャンが、うん、イギリスものなんだよ、あ、うん、アメジャンじゃないんだ、うん、そこは、うん、レディースのルイスレザー、おい、レディース合わせのルイスのおそらくサイクロン、フロントベルトっぽいところまでは確認できたから、あ、ごめんごめん、うん、はいはい、でそのジップ配置的にもライトニング型じゃないから、はい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 、おそらく赤のレディースのサイクロン、サイクロン、はいはい、うちのライダースって基本 UK ライダースだよ、ロンジャンジャン、ね、ってことは、うん、ニューヨークだけどロンジャンでいいんじゃね、ああ、うん、そうだね、それを踏まえたら、うん、もうむしろその方がいいんじゃ ねって気がする、逆になんかそっちの人たちレディース合わせのロンジャン意外と着てるし、ね、あのイギーポップもそうだよね、あ、そっか、レディースライトニングね、かっこいいよね、うん、あれかっこいいよね、うん、とか思って今、うん、今回赤ジャンが1着、あ、いい、うん、はい、新規で入荷します、こちらです、あ、いい、うん、いいじゃないですか、はい、まずこちらの説明、うん、まあ70から80、まあ、80ぐらいまでの、うん、当店でもおなじみで、ね、好きな方だとよく知ってるリアルレザー社、あ、うん、ロンジャンの定番ですよ ね、 そうだね、工場の、うん、まあ、ファクトリーブランド系、はい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 、でこれちょっと形は特徴的で、はい、赤ジャンってただでさえハードだし、ハードなスタイルだと着づらいじゃん、そうですね、うん、まずセミダブルというか、あ、ここね、うん、マンダリンカラーの、うん、はいはいはい、このスタンドカラーのタイプ、うん、でシングルに近いダブル合わせ、はい、うんうん、これの時点でちょっと着やすいのはダブルLやっぱハードになるしですね、うん、赤ジャンだけどスッキリする、それプラス、うん、このスタンドカラーにありがちな肩のステッチがないの、あ、それだ、なんかちょっと不思議だなって思ってたのは、うん、だよね、超プレーンタイプ、うん、で全部ボールスティック、はい、でサイドベルト2本の、はいはいはい、まあ、イギリスらしいスタイルだね、いいですね、うん、はいはいはい、うん、でまあアームジップもね、うんうん、あ、ここね、これ嬉しいよね、うん、そう、ザ・スタンダードな、そうですね、ロンジャン、それプラスちょっとこうスッキリするディティールが、うん、形があるから、まあこの色ジャン着たことない、うん、赤に抵抗ある人にも比較的着やすいんじゃねえかなって、うん、ああ、そうだね、うん、シープスキンです、シープだね、うん、いいね、着やすい、程よい肉厚で、うん、中綿も多すぎず少なすぎずって感じ、あ、本当ですね、はい、で、なんかやっぱ真っ赤っかより、うん、まあ、うん、ジョニー・サンダースのやつ写真見る限りは結構ピッカピカの真っ赤っかだったけど、あ、うん、真っ赤っかよりこういうちょっとやれた赤の方が、うんうん、分かりますね、この感じね、この感じ、うん、パンクに合いそうな気がするんだわ、ね、背面もね、うん、このね、いいね、このパネル割りね、はい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 、うんうん、この感じもう合いそうな、あとは、ね、なんだろう、やっぱビタビタ赤って、うん、まあジョニーサンダースのビタビタの赤だけど、レディースの、ね、ビタビタの赤だけど、そこは着づらいっていう人にも着やすい38ぐらいの、はい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 、まあインナーも着込めそうな雰囲気のやつだから、うこうバランスよくいける赤じゃん、まあ僕たちもね、やっぱこう色物のライダースね、通年探してるけど、その赤じゃんの中でも条件のとこの確かに、うん、一着かなと思います、はい、じゃあ今日のねメインアイテム、うんね、リアルレザー社の赤じゃんをね、うん、紹介していただきましたが、でもいい赤じゃんだったでしょ、いい赤じゃんだね、うん、あの一番ないんだよね、こういう普遍的プレーンというかさ、そうそうそう、うん、イギリスで結局当時から高いものだったわけじゃないけど、ね、やっぱここ年々さ、うん、出なくなってるというか、ね、本当に、うん、需要と供給のバランスの合わないってことだよね、そうそうそうなんですよ、まあ待望の入荷ということで、うん、でやっぱねジョニーサンダースのまあファッションっていうことじゃないですか、うん、今日は、うん、実際、うん、何合わせたら
っぽくなるかなっていうところよ、うん、でもやっぱりその最初に出たけど、うん、ジョニーサンダース的ファッションって、うん、コスプレでやると無理じゃない？無理だと思うね、うん、あの雰囲気ありきだし、そうだね、まあ時代によっても違うけど、うん、特にあのニューヨークドールズの頃なんかは、うん、むずくない、うん、むずいね、うん、着る人選んじゃうから、そうそうそう、で、うん、しかも赤ジャンと合わせてジョニーサンダース的に、うん、現実的にと思った時に、うん、俺一個だけ思うのが、うん、まずシャツ、あ、シャツですか、うん、そう、それで、うん、今回、うん、在庫のものでというかあるのはこちら、うん、ほー、50年代ぐらいまでのボーイスカウトシャツ、うん、あ、なかなか意外なとこ出してきたね、で、ほぼ、うん、俺でジャストサイズだから36、うん、メンズの SM 寸ぐらいの、うん、いいサイズですね、ちょっとちっちゃめ、ジャストめ、はい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 、で、これは最大のマチ付きのね、うん、あー、ヴィンテージシャツな、そう、ザ・ヴィンテージなシャツなんだけど、うん、あの頃の、うん、クヌギヤマ君も写真でイメージあると思うけど、うん、着てたのを覚えてる、ジョニー・サンダースなんて、ね、写真見たこともありますよ、うん、あのビタビタのさ、うん、そうだね、うん、ボーイスカウト、あれはネイビーのちょっと河川っぽいやつ、よくあるやつ、すごいちっちゃいボーイスカウトシャツを着てるんだけど、うん、あれってやっぱ大人が着るのにちょっと子供っぽすぎて着づらいのもあるし、うん、確かに、うん、あのサイズで着たらちょっとヤバいじゃない、ヤバいね、ヤバい人だね、あの雰囲気で着たら、そこを、まあ、ジャストサイズで、うん、ほんとヴィンテージのボーイスカウトに落とし込むっていうか変えたら、うん、大人もやれんじゃねえかな、そうだね、うん、なんか単純にヴィンテージウェアとしての良さもちゃんとあるし、うん、あのボーイスカウトのあの雰囲気は厳しいけど、うん、こっちだったらいけそう、いけそう、うん、あのネイビーの河川じゃなくてこのヴィンテージのコットン地強いボーイスカウト、うん、あとワッペンも多くないしね、これね、あ、うん、ワッペン多いとかっこいいけど、うん、合わせにくくなるんですね、そうなんだよ ね、うん、あとはこのカラーリングが赤ちゃんと色味も雰囲気いいから、確かに、うん、そうですね、ヴィンテージ、まあミリタリーライクな雰囲気があるから、うん、はい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 、だからこういうヴィンテージのボーイスカウトに置き換えてインナー金の、うん、いいんじゃねえかな、いや、いいと思う、うん、めちゃめちゃね、うん、ぶっ壊れすぎてないね、ね、うん、ここね、あの米軍でね、似たシャツはそれは、うん、あるじゃないですか、あるね、ね、ユーティリティシャツ、うん、これボーイスカウトっていうのがさ、憎いなと思っちゃいますよ、そうだね、うん、あれユーティリティだったらまたちょっと違うもんね、で雰囲気結構変わると思うね、うんうん、だからやっぱ脱いだ時、まあ、うん、あのね、よくある、うん、あの写真はデビッド・ヨハンセンと一緒に写ってるのか、うん、はいはい、うん、あの写真なんかは、うん、まあかなり1枚で、うん、細いパンツにヒール履いて、そうだね、うん、ああいう感じだったけど、そうじゃなく、うん、今っぽく、確かに、うん、いいですね、この選択肢、ぜひぜひおすすめございます、ではでは、じゃあ、うん、ボーイスカウトシャツの提案いただきましたけど、うん、まああの着やすくヴィンテージとしても非常にいいシャツだった、うん、でももっとさ、攻められる気もしてきた、なんかこれやっぱ純粋にヴィンテージとしてかっこよかった、うん、そうだね結構そっちも入ってきちゃうんだ、そうなんだ、からやっぱ、まあ、古着屋なんだよそうね、あ、いいシャツだねみたいな、うん、そう、普通にね、そうそうそう、ヴィンテージ屋さん行っていいシャツだった、うん、そうだね、うん、じゃなくより寄せていくとなると、そうそう、あと2つ、うんうん、シャツで、はい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 、まずこちら、あー最高ですね、まあ、うちの定番ですね、フェイクファーのアニマルパターン、はい、でいいね、さっきも言ったように、うん、ジョニー・サンダースが持ってるさ、あの独特なさ、うん、あの時代の、まあ、グラムロック的な雰囲気というか、あるよね、中性的な雰囲気というか、あるある、それを出すのにやっぱアニマルパターンいいし、あの人は当時ね、モサモサのね、うん、アニマルアウターよく着てたし、着てたね、アニマルからの、うん、でこれもレディース合わせ、はいはい、うん、レディース合わせ、うん、結構ね重要かもね、うん、ちょっと入れちゃうとか ね、 そうだね、レディース合わせは別にね、レディースだからって敬遠するんじゃなく、そうそうそう、あえてレディース合わせで着るぐらいの、そう、うん、パンクファッションだったらすげえポジティブな入れ方だよ ね、 そうだね、それはね、うん、だからこの感じなんかはもうバッチリ合うかなっていうのと、うん、あともう一つが、うん、はい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 、これ70年代の、うん、まあ、ポリシャツだけど、ドット、あ、本当だ、うん、細かいドット柄ですね、まあ彼が着てたものでやっぱドットもイメージあるしね、あるね、まあもう大粒なものとかが多いけど、うん、そうだね、うん、細やかな感じ、うん、まあドットもやっぱりこの、うん、もちろんこうパンク的な雰囲気ももちろんそうだけど、その中性的な雰囲気もね、ね、うん、出せますね、うん、まあドットなんかはねサイズでかいとよりっぽいなと思うけど、うん、細かい方が合わせやすいんじゃないかなとは思う、うん、そうですね、革ジャンのインナーにしたらね、めちゃめちゃ説得力出そうな、ね、うん、そうだね、うん、まあこの長襟なんかもね、うん、あの年代らしいしね、ですね、うん、はあ、まあこの辺もおすすめでございます、うん、はじゃあシャツはね、まあ、結構おすすめ出していただいて、うん、まあ、どれもねかなりパンクに寄せられそうなね、うん、いいシャツでしたね、でもなんかどれもちょっと違うけど、うんうん、あー、ジョニー・サンダース似たようなの見たことあるぐらいじゃない、うん、でそう、多分引っかかりはねなんかあるような気がする、うんうん、ドット着てたよね、そうそうそう、アニマルそういや着てたよね、あ、着てたよねっていうね、うんうん、ボーイスカウト確かに着てたよね、そう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 、なんかジョニー・サンダースのファッションやろうと思ったら俺それぐらいがいい気がする、ね、あ、分かる分かる、いい塩梅ってあるから、そうね、うん、そうですね、うんうん、であとまあもうちょいね、うん、まあシャツ以外のアイテムでも、うん、ジョニー・サンダース感
というかさ、うん、あのこれいいんじゃないっていうのね、なんかあったりします？そう、せっかく38インチ、うんうん、人によっちゃ中着込めるぞ、そうだね、冬まで着れるぞって思ったら、うん、うちの定番だったらやっぱここかな、あーニット、そうだね、この、まあイギリスモヘア、UK モヘアだけど、あ、はいはいはい、まあ、ちょっと年代新しめなんだけど、まあ、85半90ぐらいのやつなんだけど、うん、まあイギリスの大衆系のブランド NEXT、はい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 、のこのレディースウェアラインというか、あ、なるほどね、そう、形もちょっと確かに言われてきたら、ね、着丈長くベローンっていう感じ、うん、でこのまあ対外的なというか、うん、曖昧なこのね、はい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 、はい、怪しげな紫、いいね、うん、エッチな感じですね、そうだね、これはね、なんかジョニー・サンダースも、うん、なんかモヘアかどうかわかんないけど、うん、網のなんかさ、うん、レディースシルエットっぽいやつね、着てたもんね、はい、うん、そのイメージで、そうそうそう、だからやっぱそこもやっぱレディース感、確かに確かに、うん、はい、があるものを、うん、メンズが着るっていうのはいいし、かっこいいね、うん、なんかね、その着てた赤ジャンのルイスも、うん、イギリスものだし、うん、ピストルズとかもね、はいはい、うん、そうだよ、うん、あの界隈とももちろんね、ジョニー・サンダースはそうだから、まあ、ここね、やっぱイギリスアイテムもいいなって、うん、これね、ブラックのタイトなレザーパンツにね、あーいいね、おヒールブーツでいけ、あーもうジョニー・サンダースだねヒールブーツいいね、ね、でもやっぱ足元はね、革靴がね、そう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 、まあエンジニア履いてたりのイメージだけど、やっぱより怪しいならやっぱヒールだね、うん、みたいなね、最初に言ってたことと矛盾しちゃう。そうね、どんどん攻めちゃうからね。街で着やすいようにしようって言ったのに、結局ヒールブーツ履け、ヒールブーツだっていうね。まあね、うん、似合いそうな人はぜひ。そうだね、まあ、これ人によって。人によって、うん、ああ、まあこう自由にね。うん、そうだね、ですね。はい、みんな着込むならこの辺の、うん、レディース系のモヘア、うん、メンズも着れるサイズだからね。全然着れますね。うんうん、おすすめです。はい、じゃあもう上物はだいぶジョニー・サンダース像がね、うん、見えてきましたよ。うん、そうだね、うん、なんか。着てそうな、うん、なんかこう一個、うん、ね、入ってるアイテムをちょっと違くという、うん、そうそうそう、街にこれ薄めで見た時に、あー、わかるわかるっていうのが、あのうちのチャンネルのそうキャラクター、うん、醍醐味で、醍醐味、元からそういうとこあるもんねそう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 、なんだっけ、なんかそれすごいのあったよね、あー、さっきなんかあったよね、どれだろう、うん、おすすめだよぐらいのやつ、あったあったあったよね、あの投げやりな感じがね、でもそのね、うん、やっぱ薄めぐらいがそう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 、コスプレじゃなくていい気もする、うん、そう、結果ちょうどいいと思うんですっていうね、うん、そこにはね、うん、ちょっと自分がそうだと思ってればいいぐらい、ああ、そういいのいいの、うん、そう、揺るぎない意志があれば、ね、そうだね、いいんです、それは、そうそうそう、うん、で、なんだっけ、上はもう大体まとだっていう、そうだ、うん、で、パンツ、うん、うん、ここね、決まりきったらもうね、うん、いいじゃないですかって、そうだね、うん、まあパンツ、じゃあその薄めの観点で言うと、あ、薄めで、薄めの観点で言うと、うん、パンツ細きゃいいね、あ、いいね、そうこなくちゃ、うん、細きゃ何でもいいんだぜ、あのニューヨークドールズ時代ヒールがっつり履いてる時なんてさ、うん、まあ、ただ細きゃいいんじゃねえかな、うん、確かに確かに、うん、うん、白ジャン着てる時も、うん、あれは細いデニムだったりブラックのね、うん、ね、うん、あとカーパンもそうだしね、そうだね、うん、うん、でもなんかそのヒール、でもやっぱ足元ブーツとかの方がいい気がするね。わかる、うん。そうなんだよね。って思った時に、うん、やっぱブリティッシュ香港これ綺麗だな。いつものだけど。いいね、うん。はいはい。これも細身ですね、うん、結構ね。そうね。今ね、数点在庫が、はい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 、入ってありまして、うん、かなり品薄でしたけど、今、おすすめできるね、ものもちょっと増えてるので。色味の感じとかシルエットの感じもね、そうですね、これね、うんうん、このブーツカット、細身のブーツカットなんかも中性的だし ね、うん、ちょっとセクシーに履けそうな感じというか、そうだね、うん、ヒールも含め、うんうん、あとは普通のブーツも入るシルエット、うんうん、ですね、うん、はい、まあ結構細いんだよね、ももがね、うん、ダスリムで合わせるのがいいし、うん、そうじゃなく、うん、ジョニー・サンダースも70後半80ぐらいかな、うん、あのカラーペグみたいなのも入ってるじゃん、あ、写真ありましたね、ピンク系か、うん、ね、黒シャツサスペンダーみたいな ね、うん、ね、ああいう系のスラックスも今俺メンテ中で、あ、うん、はい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 、近日中に出せそう、お、うん、いいっすね、ただ合わせとかもレディースで、あー、かなりこう、はいはい、あの頃のこうバルーンのシルエットのカラーもの、うん、出せそうだから、うん、まああの赤ジャンにはさすがにもう大変なことになっちゃうからあれだけど、うん、そうですね、あ、そうじゃなくああいうファッションやるときにも、確かに確かに、うん、そういうパンツもおすすめなので、うん、後日あの紹介できるように準備しますので、あ、お願いします、まあ赤ジャンに対してやっぱ細身の、細身の、そうだね、うん、デニム、ブラック、うん、ね、うん、なんかがやっぱおすすめだよ、おすすめだよね、おすすめだよっていうね、うん、薄めでお願いしますってこのねそうだね、そうそうそう、細っけね、そうだねってことです、いう話でございます、はい、今日は、はい、うん、薄めでいこうぜジョニー・サンダース。そう、うん、薄ジョニー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 。でもやっぱ本当コスプレがきつい人ではあるから、ね、うん。そうだね、そうね。
特別きついから、うん、こんぐらいがいいんだよっていう結論を導き出したのであります。そうだね、うん、でかね、その後のね、うん、パンクロッカーたちにはね、うん、影響は多大なものだったしね。そう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 、うん、最後の最後まで、うん、大敗的な、そうですね、うん、人生をね、かっこいいね、破滅的な感じね。そうね、うん、あの感じのあの雰囲気はね、うん、出せないしね。いや、まあ普通の人生歩んできた人間にはね、多分無理な気がする。そうなんだよ、うん、で、やっぱこう町木としてね、うん、なんか変な浮き方するのも違うし。そうだね、あの時代もね、だから、うん、でも好きを表現しないも違うしね。ああ、そう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 、うん、そこがね、かゆいとこだから、うん、うまいね、現代的感覚を入れたバランスでっていうところ、ね、うん、そうだよね、ですね、うん、だから赤ちゃんってね、やっぱ気恥ずかしい人も多いし、うん、あれだけど、そこにはね、うん、これ好きだぜっていうのをね、そうそうそうね、うまいことね、落とし込んで、うん、ですね、やってもらえたら嬉しいね。そうですね、パンクスピリットはそうだね、はい、ボーイスカウトとかシャツだけでいいし。そうなの、単品でね、うん、で川島着なくたっていいんですよ。そうね、あとでもやっぱアメカチ的な着方になりがちだから。そうそうそうね、うん、そういう音楽とかそういう人好きなら、うん、そういう方向でね、うん、着てもいいし。そうね、うん、人とは違う方を向いて試してみるっていうのはいいね、うん、やっぱり、うんうん、で最後に、うん、赤ジャン。あ、はい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 、うん、あの38、40ぐらいじゃ、うん、大きいぞ。あー、まあ、うん、シビアなね、うん、パンク好きな方にとって大きいのかもしれないね、うん、そうだね、それプラス本気でもう、うん、コスプレレベルで行くぞっていう人もいるじゃん。そういうね、うん、方もいますよ、もちろん、うん、もう前衛感っていうか、うんうん、そうだね、うん、っていう人のために一着、はいはい、スペシャルな、はいはいはい、こちらでございます。ちっちゃい、これちっちゃいでしょ。ハイウェイマン、うんうん、お、ハイウェイマンなの。ハイウェイマンです、うん、のリカルドデラックス。はい、うん、いいね。レディース合わせ、うん、32寸ちっちゃ、うん、32はなかなかだね。ね、うん、もう俺は、うん、俺こそはジョニー・サンダース。そうね、うん、そういうもうやばい気合が入った人にお勧めしたい ね、 ね、これね、うん、でレディース合わせ、あとまあこうパッドも潰れてて着やすいし。本当ですね。まあジョニー・サンダースがルイス着るなら、うん、まあ俺はハイウェイマン行ってやるぜみたいな。いいと思う、うん、そういうの、うん、はい。でもこれね、小柄細身の、ね、うん、方だったら全くいけないサイズではないから、うんうん、そう、意外と着れる人いるんじゃない。そうだね、うんうん、あとこの程よくやれた赤、うん、これね、赤黒ってかっこいいよね。かっこいいよね、うん、そうですよね。プラスね、ジッパークリックスちゃんと稼働するし、ボールチェーンも残ってるし、うん、革のやれ感に反してパーツはね、いいのよ。そうだね、確かにね、裏地もちゃんとしてるし、うんうん、まあ俺こそは、うん、私こそはという方、うん、これ言ってほしいですね。ね、うん、ぜひお問い合わせいただいて。はい、ですね。ちょっとまあ、うん、サイズ怖すぎるから、うん、試着してほしいから。できればそうだね。うんうんうん、薄着で着て試着してもらうのが一番いいかも、ね、これは。これはちょっとサイズ怖すぎるから。そうだね。うんうん、でももしね、うん、ピタッと着たらそれはもうシンデレラサイズかもしれませんね。そうだね。うんうん、お好きな方ぜひ。パッドも潰れてるので着やすいので。うん、そうですね、うん。はい。おすすめです。はい、ぜひ。はい、では今日はね、ジョニー・サンダースということでね、うん、ニューヨークパンクのね、うん、中でも、うん、特別変態な人物という。そうだね、もう、うん、もうイカれてるよね。そうだね、うん、でも改めて写真見ると、うん、やっぱりあの、うん、中性的で今にも壊れそうな感じっていうか ね、 うね、やっぱ憧れちゃうね、あれね、うん、あの雰囲気はね、すごいよね、すごいかっこいいわ、うん、でも、うん、友達にはなれるかなっていうのはちょっと怪しいぐらいのね。厳しいね。ね。うん。でもあの雰囲気は人は引きつけられるよね。いや、そうね、うん。そうそう。ああいう危なげなものってやっぱりね、うん、芸術性すら感じちゃうね。そうだね。うん。うん、そうですね。まあ、ね、ニューヨークドールズかっこいいしね。うん、そうだね、うん。ぜひね、音楽も聴いてみてほしいね。うん、ね、うん。うん。まあそんなね、うん、彼のファッション、うん、薄めで取り入れたいですね。うん、そうだね、方にね、ちょっと置きに行くぐらい、置きに行くって言い方あれだけど、っていうか、あの、落とし込む、落とし込む、落とし込むが正しい、落とし込むだね。そうそう、方とかいたらぜひね、うん、遊び来ていただいて、うん、そうだね、うん、ね、はい、そういうお話もできたら、そうですね、嬉しいなと思います。はい、いや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 、ということで、うん、今日はこんな感じで締めますか。こんな感じで、はい、知ってた、これチェッカーのラゴンだって。知ってたよ、これ。なんか巨大なバンズみたいな空間あるなと思って。そうそう、しかもこれ深く座ってると、これソファサイズ合ってないからどんどん上がってくる。本当だ。このね、
あのガシャツさ、うん、この合ってない感じが逆に良かったりするから、そうだね、寸法測って注文したのに合わねえの、そう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 、ヨレヨレパンクバンドがかっこいい説と一緒です、これその通りでございます、そうそうそう、そういうことです、ということで今日は締めますか、はい、ですね、はい、ということでリチウムカジュアルで僕が、そうですね、じゃんけんで、はい、いきます、はい、ワクワクじゃんけんじゃんけんぽい、グーですね、はい、ではまた。